生徒にに罰ななどを行っったたととして、文書勲告となったのは、県立高校に勤める30代の教諭です三重県教育委員会によりますと教諭は今年9月、学級担任として1年生の男子生徒の問題行動に対する聞き取りを行っていた際、生徒の反省の様子が不十分だったことに腹を立て履いていたスリッパを床に叩きつけ 左足の裏で生徒の胸の胸りを押すように蹴り右手の指先でで左方を叩いいたととうことです生徒に怪我はなく教諭は生徒の心に消えない傷を与えてしまい深く反省していると話していて三重県教育委員会では生徒から聞き取りを行う際は1対1で対応しないことを改めて周知、徹底するとしています。